ジェイさん、適当に置いちゃってください。はい、あと生ビールを1つお願いします。ちょっと電話してきますね。もしもし、もしもし、山村、やっと出た。俺何回も電話してるんだけど、うん、まあ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 いいや。うん、さ、何やってるの？山村のゴルゴゴン感じみたいなね。うん、いや早く来てよ。いや、まあまあまあじゃなくて、さ山村、今61だから。女6、男1、61だから死ぬほど気まずいのね。女の子たちがさ、何これって言ってるから。うん、てか他のメンバー、他の小池たち、うん、そこいるんだ。なんでみんな来ないの？うん、うん、小池がパーマかけた。小池のパーマみんなで待ってる。いや、山村聞いて、小池ってこういうタイミングでパーマかけたりする、そういう奇想天外のやつだから、もういいの、小池のことをほっといてさ、みんなでこっち来てよ、ね。いや、でもなーじゃなくて、山村、状況分かってる。山村、ここの居酒屋の料理のコースで予約したよね。そうだよね。うん、もうさ、揚げ物出てきちゃってるな。開始1時間以上経ってるのね。うん、小池のパーマ待ってたら雑炊出てきちゃう。締めの雑炊が出てきちゃうね。急いでね。パーマ終わった。 OKOKOK、 じゃあみんな来て。どれぐらいかかる？あと5分。 OK、 急いで。はい、はい。あと5分ぐらいで来るって。うん、あと5分ぐらいで来るって。うん、食べ。あ、これちくわも揚げたのか。ちくわも揚げたのか。なんかほら、俺ばっかり質問してるから逆になんか質問とかあった。なになになに。あと5分ぐらい。なになになに。あと5分ぐらい。なになに。あと5分ぐらい。ちょっとみんな聞いて、あと5分ぐらいですってね。他に質問とかはない？ちょっと電話してきますね。もしもし、山村。高校の時さ、剣道部の夏合宿で道着着たまま3時間正座したの覚えてる？あれよりきつい。早く来てよ、急いで。え、小池が行きたくないって言ってる？いや、多分だけどさ、パーマ失敗しただろ。まあ、いやもういいんだよ、小池ってそういう本末転倒のやつだから。もう置いといて、みんな他のみんな来てよ。俺さ、なんとかこっち盛り上げとくからね、急いでよ。はい、はい。よし、もう間もなく男性陣到着しますよ。イエーイ、イエーイ。着いた。
行けなくなったってもしかして行けなくなったってことか。おい、どういうこと？え？小池が美容室に殴り込んだ？パーマの腹いせ？いやいや、もういいんだよ、小池ってそういうことするやつだからさ、ほっといてさ、他のみんなで。いや無理って何？ねえ、どうすればいいの女の子ね。もしもし、もしもし、もしもし、助けてもう知らんぞ、もう知らん。なんかね、もう来ないって来ないってさまあまあ、そのなんだろうね、あの代わりと言っちゃなんだけどさ、どうだろう、あのエロいことしよう。みんなでさ、エロいことしよう。ねえ、いいんじゃない。いやいや、荷物まとめてるけどもうさ、分かった分かった。じゃあさ、荷物まとめながら聞いて。エロいことしよう。エロいことしようね。エロいことしよう。ん、どう、帰る。エロいことする、帰る。えらいことしよう。ちくわじゃない。